昨日はネポダモ、ネポダモの言いにくいのネポダボって。ネポダボのオフ会でしたね。楽しかったな。おまるん、おまるんが、おしゃれメガネみたいなのしてきてて、なんか芸能人みたいな、おしゃれメガネしてきて、え、おまるんめっちゃおしゃれメガネしてんじゃんって。うるせえって言われた。いいだろ別にって。ねね別に褒めたのに、ねね褒めたのにおまるん照れて、うるせえうるせえって言うから。え、新しい赤メガネも似合ってたよって言ったんだけど、うるせえうるせえって言われた。ツンデレですね。完全にねえのこと好きです。それでねねは、たこ焼きの粉混ぜたのね。で、で、ラミーはなんか、配信の準備とかしてて、で、シシローは椅子に座りながら、おまるんこれ切ってって言って、パシってた。シシローがおまるポリュカのことパシってました。タコ切ったのもまるんだし、ネギ切ったのもまるんだし、ウエナー切ったのもまるんだし、そう、あ、シシロンは卵割ってくれた。ネネがシシロン卵って言ったら、ボウルの中に卵割ってくれました。で、おまるんは、ずっと食材切ってくれてた。あ、ねね、粉混ぜる以外に何にしたかっていうと、あ、シシロンが持ってきたお土産のお菓子食べてた。あ、いや、美味しかったお土産のお菓子。あまりにもねねがずっと食べてるから、配信終わった後、配信終わった後も、もう持って帰っていいよって言われた。持って帰ってきたー余ったやつ。優しい世界。バカ変態うるさいもう知らない知らなピアンバカ変態ド M だねユア変態バカ変態うるさいもう知らないもう知らないピアン